アルトワークス DIY クラッチスタートキャンセラーを戻りスイッチに加工してみました。エーモンのタメーカースイッチオンオフ式なので毎回オフにしないといけない。カチカチスイッチですね。ユーチューバーさんの動画を参考に真似をしてみましたよ。まずは取り付けたスイッチを外します。この裏の穴からラジオペンチ等で中の基板を押し出します。すると小さなバネの入った黄色のスイッチ、この下の付け根にですね、銅色の小さいピンがあります。こちらをペンチなどでしっかり掴んで壊すぐらいの気持ちで引っ張ってください。すると小さい針みたいなのが抜けます。そうすることによってカチカチスイッチのオンオフをしていたのがスコスコ押せるようになりますよ。できましたら基板を元通りグッと差し込んでくださいね。向きがありますのでね、中の溝を見ながら上手に入れてください。蓋を戻します。スコスコ戻ってますよね。押す時だけスイッチが入りますよ。ここからは AMSR 動画です。イヤホン推奨いたします。気持ちいいですね。ボタンを押すとランプが光り、押さえ続けるとエンジンがかけられます。離すと消えます。これでクラッチキャンセラーの消し忘れもなくなります。このようなスイッチをつけてもクラッチキャンセラーにはかないませんね。入らなかったですもんね。押しながら出ました。クラッチに優しいクラッチキャンセラー、ワークブレッシング。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をよろしく。